回っています。池の手前、こちらの土に目を移してください。土の真ん中に一つだけ平らな石が置かれています。この石は大排石と名付けられています。この石に座ってお庭の仏様にご挨拶していただく石です。またこの寺は禅宗の寺ですから、静かに座って心を整える石、座禅石とも申します。池の形は金の字をかたどる金字池になっています。この大きな金の字は白い仏様の心を表しており、お寺の庭に多く用いられる池の形です。別名龍の池、龍池とも呼ばれています。このように中央に仏様、左右に仁王様、正面に大拝殿、さらに池の形が金字池となっていますのが、お寺の庭の基本的な特徴です。この龍山寺の庭園はその特徴をはっきりとよく整えて今日まで伝えてきています。それが数多い名園の中でも特に貴重なものであるとして、昭和11年国の文化財名勝記念物に指定されました。